どうもテラリアンの皆さん、今回まず最初はちょっとした作業、地上を目指していくわ。この世界では浮上と真空は地上にあるからな、できるだけ早めに繋いでおきたいんだぜ。浮上には銃とかの優秀アイテムが大量にある。ただしバカ強い敵も大量にいるけどな。まあそれはひとまず脳幹ってことで、それで思ったんだけど、そういえば拠点にさ、瞬間移動ポーションがあるっていう。これでワンチャン地上目指すか。今年初詣行ってないし、これで今年の運勢を占っていくわ。罠の上に飛んで即死とかな。そうなったらもう完全に大凶。さあ、今年の運勢は旗予想を斜め上に行く場所に繋がったわ。まさかのシマーに繋がったな。シマー、ショーツ、頭が、そういえばそんな動画もあったような気が。確かに雑ではあるかもだけどさ、結局シマーの位置、ある程度は絞れてもあとは運じゃん。解説する側がそれ言ったら終わり。もういっそ、瞬間移動ポーションで見つけます。って動画作る？さすがにゴミ動画すぎ。とりあえず今増やせるのは矢ぐらいかな？何が何にできていつ使えるかとか、正直言って覚えてないんだぜ。とりあえずはシマーの矢を作成、ライフフルーツのやつとかも、ムーンロード撃破とか、条件あったっけ？バイタルクリスタルだな。多分いつでも使えたはずだぜ。とりあえずシマーの場所だけ覚えておこうか。浮上も重なっててだいぶヤバそうだけど。何にせよ今後、ここは重要になってくるからな。ちなみにシマーの矢は上に落ちる性能、正直使いこなすのはだいぶ難しそう。瞬間移動ポーションがあと3つ、全部使ってみるか。待ってマジで地上に繋がったんだけど。そんな奇跡的なこと起こせる？正直何も準備してなかったんだけど。マジで繋がるとは思ってなかったんだぜ。とりあえず敵来たから逃げなきゃ。逃げ、地上のマグマ多すぎない？マグマだらけで、これ探索するのきつくないか？何も用意してなかったのも問題だけど、想像してたより地上がヤバそうだわ。溶岩耐性はまあ間違いなく必須だな。それであと2個、まあ全部使っちゃおうか。次は女王蜂を呼べる、でかい蜂の巣の中だな。これでジャングルがどのあたりか確認できるから、普通にありがたい。ただ、ここの中にちょっといるだけなのに、もうすでに周りに大量の蜂が湧いてる。普通に現状の装備じゃジャングルもきつそう。まあ結果的に、真面目に地上に繋げた方がいいってことね。ってことでダイナマイトなりなんなり使って、バッサリカット、地上に繋がった場面だぜ。繋がったのはいい？だけど、なんかとんでもないガン待ちされてない？敵が全員リスキル狙い。これ多分、いくら処理しても無限に敵が来るパターンのやつだよね。永遠に上で敵が増え続けてるっぽいよな。まあ繋がりはしたし、一旦帰って、デスポーンさせてから改めて来ようか。まともに戦ってたらさすがにこれはキリがない。ってことでここから撮影日変更、改めて地上探索。右の方は見るからにマグマだらけでヤバかったが、左の方はワンチャンマグマない？と信じるぜ。とりあえず地上目指しつつ、ここ掘るときに死にまくったから置いたこれ。地上に繋げるまでに、20回は死んだと思うぜ。マグマに蜂には何が無限ループした。だってこの上とか全部こんがり蜂蜜ブロックだからね。若干の泥と、こんがり蜂蜜大量。そして地上付近は蜂の巣だらけ。マジで本当にこの辺は苦戦したんだぜ。右が浮上の地、左が真空の地、地獄&地獄、なんとか切り抜ける。最近解説枠をよく使うようになったが、マジでヨウムの存在が危うくなってきたな。あ、ちなみに地上はマグマだらけみょんよ。それを先に言ってよ。存在が危ういとかそういうこと言う方が悪い。ワンチャン右側だったらいけたり。まあ正直、オチはもうすでに見えてるけどね。こんなん現状の装備で越えれるわけがないわ。マグマの海がとんでもなく長い。ブロック使って埋める余裕はなさそうだし、素直に溶岩耐性ポーション作るべきかも。それでポーション作るので考えると、ドライアドが売ってるプランターが欲しい。ドライアドが来る条件はクプルフの目玉撃破、戦いたいが、召喚アイテムが2個か。あと1個で無限か。なんとか見つけていきたいよね。ただ怪しい目玉がどこに湧くか、しっかり把握してないから、宝箱からあと1個ぐらい出ると信じて地下探索。まあ実際後1個ぐらいは見つかりそうだし、雪原ならシバーソーンも手に入るしでいいな。ポーション量産生放送もいつかしようかな。マジで徹底的にポーション用意していきたいよね。というかハーピー今どこから出てきた？横の石像と穴が繋がってたみたいだな。ハーピーとかワイバーンとか、この世界どこに湧くんだ？普通に地上な気はするが、どうなんだろうな。ってことでハーピー撃破、石像回収、学習能力ゼロすぎないか。また同じ感圧板を踏んでそのまま死亡。マジでマイパート罠で死んでるよな。スケルトロン撃破までは無限にこうなるかも。ワイヤーさえ見えるようになれば。まあ逆に見えるようになったら、もう無双だよな。あとは危険察知ポーションを増やすとか、危険察知があれば回避できた。警戒心ゼロだったのも問題な気はする。あと一個で
ライフ最大だったのに。この世界、ライフクリスタルも増えてるし、別に超レアってわけではなさそうだがな。このままジャックプルフの目玉どころじゃない。ボス召喚アイテムがあと1個必要なのに。まあまったり探索して見つけるしかないよな。この環境じゃ、焦るだけ危険なジャックプルフの目玉さん。まさかのそっちから来てくれるパターン、本当にめっちゃ助かるんだけど。足場は動画外で用意してあったし、負けたとしても、全然テストにはなるしな。このサイズでいけるかとか、そのあたりの確認ね。まあはよくば倒しちゃいたい感はあるけどね。そしたらボス戦準備。まずはキャンプファイア無限化して、大量に設置。まあ、正直無限化しなくても大差ない感じはある。もともとほぼ無限みたいなところはあるな。あと前回手に入れたバステト像、完全に存在を忘れてたため今回の出番はなしです。せっかく前回ゲットしたのに忘れてた？理由が最低すぎないか？正直当分 1.3 でやってたから、1.4 追加系アイテムはほぼ頭にない。2D 世界 JE はそこまでガチってなかったのもあるか。現状の装備がこんな感じ。まあまあって感じじゃない？武器はプラチナの弓に。星野や、あとコメントで初めて知ったんだが、単発武器系も自動で使えるようになったらしい。マジで一切知らなかった。ありがとうございます。これで左手人差し指が死なずに済む。なお昨日、風呂でぶつけて左手人差し指にあざができた模様。テラリア1ミリも関係なしに負傷したわ。さて、クプルフの目玉戦。正直こいつも大して強くない印象はあるが、このシード地で果たしてどうなってるか、だな。私が今使ってるブーツが、砂の上だと移動速度がさらに上がるやつなんだけど、これで勝てないなら、足場を砂にするが正解かな。第一形態での変更点は雑魚召喚量の増加、雑魚召喚時に移動速度増加、さらにちょっとしたタックルもしてくるみょん。業務の字幕、HP ともろかぶりだけどいいよな。まあボス戦だけ真面目に見たい人はノーカット版までってことで、まあ正直言って、第一形態に関しては全然余裕。こいつの進化が発揮されるのは第二形態。HP が削れて、形態変化になったが、待って矢を反射してきたんだけど、こいつの形態変化時はその場で止まるから、隙だらけだったはずなんだが、まさかそんな対処してくるとは思ってなかったよね。ただまあこいつは第二形態からが本番、気を引き締めていくぞ。高速タックルをしてくるのが一番の問題。高速悪質タックルをいかにかわすかっていう問題。悪質タックルの件、もうだいぶ昔だけどな。現代のネット社会、そういうのは忘れてもらえないからね。ネットに何かあげるなら、一生後悔しない覚悟が必要。お前はもう少し後悔した方がいいけどな。私の動画ってデジタルタプーだった？何も恥ずかしいことはしてないと思うけど。かわいそうに、もう手遅れなんだな。ただなんかボス、左の方で止まってたけど何してたんだろ？第二形態は常時追いかけ。待って待ってめっちゃ雑魚出してるんだけど。第二形態は雑魚出さなくなるはずだが。第二形態でも雑魚を出すように強化されてるにょん。いやしかもその量が尋常じゃないんだけど、5、6体ぐらい同時に出してない？いや5、6体じゃ済まないかもしれない。あんまりにも雑魚多すぎじゃない？マジで星のやつ買っておいてよかったわ。これじゃなかったら雑魚処理がちできつかった。いやもうすでに雑魚処理追いついてるかで言うと微妙だけどさ、25体ぐらいもう出てきてるんじゃないか。ただこれ確率は下がってるっぽいけど、雑魚が回復アイテム落とすんだよね。雑魚大量に入る分回復が落ちやすいな。雑魚がめっちゃ湧いてるのはやばいはやばいけど、正直回復落とす以上処理意識すれば楽かも。強化されたはずのクプルフの目玉さん、雑魚を大量に出す強化を受けたんだけど、その強化のせいで私が逆に有利になってる。クプルフの目玉がかわいそうになってくる。まあだから強化に関してはあんま関係なく、シンプルにボスのタックルさえかわせればそれで OK だわ。普通にエキスパートとかと変わらなくなってきた。まあ普通にこのタックル回避きついんだけどさ。ただまあ雑魚はあんまり気にせずに戦ってるせいで、どんどんエグい量になってる。30体ぐらいずっといるんだけどこいつら。いや30じゃ済まないかも。冗談抜きで50体は雑魚湧いてるんじゃないか。今回のボス戦4分ぐらいかかっちゃってるんだけど、時間に余裕ある人はノーカットの方でとんでもない量の雑魚を確認していってほしい。本当にエグい量になってきてるんだぜ。ただこいつさ、雑魚出す時は止まるせいでタックルの頻度が落ちてる説がマジであるんだけど、これって強化なんだよな。まあ私の HP もだいぶ少ないし、強いは強いけど、多分タックル繰り返した方が良かったですよ。もう1、2回当たってたらこっち死んでたしな。そんな勝利パターンあるのか。強化されたはずだったんだけどね。こいつのドロップ品は何種類かあるが、まあメインはクプルフの盾だよな。クプルフの盾、多分何の環境でも同じこと言ってるけど、テラリア界トップレベルの超優秀アイテム、緊急回避的なのができるようになって、それがマジでいろんな活用方法があるんだぜ。それとあとはクリムタン鉱石が落ちたから、ヨーヨー作ろうと思ったんだけど、そういえばこんなアクセサリーもあったね。1.4.3 ぐらいだ
で追加されたやつだな。体が若干光って、暗闇ダメージを回避できるだけじゃなく、移動速度、移動の加速度が上昇する。動画じゃ伝わりづらいかもしれないが、マジで結構早く移動できてる。だいぶ役立ちそうだな。そしたら NPC の家だけ作りつつ、今回はこの辺りで、次回は地上リベンジかな。果たしてどうなるのかっていう問題。それでは今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。